う開幕を迎えましたクラブワールドカップです。12月の20日に決勝戦が行われます。11日間で8試合行われるクラブワールドカップ。去年の一昨年とモロッコで開催されていましたが、今年は3大会ぶりに開催に戻りました。右サイドから展開しますオークランドシティ、43分から44分でこのホワイトが背中で左足のシュート。 J1 最小失点も誇りますサンフレッチェ広島、ここまで今日の試合も無失点です。縦にパスを振って橋は今画面の向こうで岩田が立ち上がって頭にバンテージを巻きました。ドーグラスが背中って倒されましたがホイッスルはありません。エアーラファ、この選手のボールコントロール非常に前半から一貫して素晴らしいですね。この辺りも、はい、世界180以上の国と地域が配信されていますクラブワールドカップ。この19番のエアーラファ、ソロモン諸島代表ですが、この選手のプレーにも世界中の目が注がれています。あ、岩田入ってきましたね。画面の奥、白いバンテージを巻きまして、頭からの出血を止めてピッチに戻ってきました岩田です。ここでめげるような選手だったらあんな深いタックルできてないという。そうですか、ね、怖いですもん。はい、その自らの恐怖心に打ち勝ってスライディングタックルに行きました。ハイタックルを入れました。頭からの出血、その出血を止めてピッチに戻ってきました岩田です。もっと狭くしてる。もうこれはユニフォーム着替えてました。先ほど出血があったので着替えていましたので、背番号のないユニフォームももしかしたら身につけているかもしれません。まあ、そうですね。これ赤でしょ。そうですね。これちょっとね、どういうことですか。はい。アディショナルタイムは今4分という表示が出されました。しっかりとタフなディフェンスを、お、ここですね。ユニフォームのない背番号を身につけて今、ピッチに立っている岩田です。レフェリーも気づいてませんね。シートメインはおそらく入っているはずですが、縦にボールが入りました。その背番号のついて、やっとヘディングでのクリアです。この期待がまあついている中でヘディングのクリアですね。気持ちですね。僕なら絶対逃げますけどね。だって父さんでもやったでしょうけど。いやいや、もうできないですよ、本当に。ドーグラスが詰めてみて、また岩田が1対1を対応します。ドーグラスに入った。浅野が浮かせた。オフサイドパスを切るか。オフサイド裏が上がっています。ここはオフサイド裏が上がりました。さあ、日本の J リーグチャンピオンサンフレッチェ広島、開催国の代表としてこのクラブワールドカップ3年ぶり2度目、この3年ぶり2度目のクラブワールドカップの舞台で前回に続いて初戦突破、近づいてきました。2対0です。勝てば3日後13日大阪長居スタジアムでコンゴ民主共和国、アフリカ王者のマゼンベとの対戦です。ステルパスが入って青山、青山から稲川、さあ稲川がここはディフェンスの対応です。2番のジョルジェビッチです。サンフレッチェはマゼンベにもうリベンジマッチですからね、はい、ここは本当にね、サポーターも駆けつけて、はい、みんなでやっぱりね、その彼を回避に行ってほしいですね、はい。まあ、レギュラーのメンバーで言いますと佐藤久保、それから森崎勝幸、ミキッチといった3人は今日の試合使ってませんからね、はい。ポジションはね、いつでも戻りますよ、はい、どうぞ、ね、マゼンベのツートップもすごいからね、これね、アマタとかとんでもない選手だね、はい。その強力ツートップに J1 最小失点の広島の守備がどこまで通用するか。しかもやっぱりアフリカのチームとね、やる機会なんてほとんどないですからね、慣れていくのも大事だよね。そうですよね、はい。
から試合が始まってからそれぞれの選手の場合であったりワンプレーワンプレーで選手が肌で感じてどこまで修正できるか、そうですね。さあ47分から48分になるところアディショナルタイム3分台です。セットプレーのチャンスのオークランドシティ、9番のホワイトが蹴ります。ホワイト上げてきた、キーパー出られない、逆サイドからシュートを打ったがここからの上です。